grmsvtn アイフィオタリクータルユークールサワーロンヨークルスアウルローンはアイスランドで最大の湖あるいは赤湖であるヨークルサルローンことも表記するヨークルスアウルローンはアイスランドと西部バトナヨークトル氷河から分かれたブレイザメルクルヨークトル氷河の先端にありスカフタフェットル国立公園とヘプンの間である氷河が 大西洋に向かって崩れ落ちる場所にある。氷河の溶ける速さが変化することにより、湖の大きさも変化する。現在は海岸から1 5トル離れており、湖面の面積は約18平方キロメートルである。1970年代と比べると面積は4倍になっている。水深は最大で2 0 0ル以上あり、アイスランドでは2番目に深い。 自然を楽しむ観光地として人気が高い。ヨークルスアウルロウンは、ヘプンとスカフタフェットルの間、環状国道1号線沿いにある。その景観は、ヨークルスアウルロウンの18平方キロメートルの湖面全体に青い氷山がぼうっと光っている様は、まるで幽霊の行列であると評される。そこの広い観光船による、小さな氷山の合間を縫って40分ほどのクルーズが、 提供されている。ブレーザメルクルヨークトルの入り江も観光地として人気が高い。湖に固着している氷山の間をスノーモービルや四輪駆動車で走り抜けるツアーなどがある。観光は主にヘプンからヨクラセルを拠点に行われるが一体の観光ツアーをツーリストベルトコンベアと呼ぶこともある。海岸では氷山が割れて流れ着いた氷海を多数見ることができる。 西暦900年頃、アイスランドに初めて人が入植した頃は、ブレーザメルクルヨークトルーの入り江は、現在よりも 20km ほど北であった。1600年から1900年にかけての商氷期の気温低下により、1890年までに、ヨークルスアウ側の岸から 1km ほどのところまで、氷河が成長した。 1920年から1965年までの気温の上昇により、ブレイザメルクルヨークトルの入り江は再び交代を始めたが、交代が早く、氷河が崩れることで生じる氷山の大きさが多様になり、氷河が交代した後に1934年から翌年にかけて石湖が形成された。ヨークルスアウルローンの水深は、もともとが氷河だったところで200メートルほどある。 また、石湖の両岸には、氷河体石物が露出している。1975年には、面積は8平方キロメートルほどだったが、現在は18平方キロメートルに拡大している。ヨークルスアウルローンをまたぐ橋ヨークルスアウルローン、石湖からは、アイスキャップと呼ばれる、高さが3000フィートに及ぶ氷の山がよく見える。アイスキャップから溶けて流れ出た水は、 1 2トル離れたヨークルスアウルローンに流れ込んでいる。ヨークルスアウルローンで観光開発が始まったのは記録に残っている限りでは1948年でだが、当時は赤湖の部分は1 0 0ルほどしかなく、海から2 5 0ル氷河から2キロメートルしか離れていなかった。その後氷河は大きな谷を後に残しながら急速に交代を始めた。 出来た谷は氷河が溶けた水や氷山で埋まっていった。石湖から海への出口はもともと氷河が海に落ちるところだったため水深が浅く、氷河から崩れ落ちた氷山は、石湖の中にしばらく止まってだんだんと小さく崩壊した後に海へと流れ出るようになった。ヨークルスアウルローンはアイスランドの中でも最も標高の低いところであり、その湖岸は 海面下200メートルの位置にある。夏には氷山が溶けて湖面を漂う。冬には湖面が凍結し氷山はそれぞれの位置に固定される。この15年で石湖の面積は約2倍になった。湖面に浮かぶ氷山は氷河から崩れ落ちたばかりのものであり、その高さは約30メートルほどである。中には過去の噴火による火山灰が 表面に残っていることで、独特の形状をなす氷山もある。分離して、砂浜に乗り上げた、氷山氷河の交代が続いているため、ヨークルスアウルローンのあたりはいずれフィヨルドになると、推測されている。また、国道1号線の維持にも影響が出る、可能性がある。アイスランドの首都、レイキャビークからヨークルスアウルローンまでの間には10を、超える氷河があり、いずれも、 交代傾向にある。ヨークルスアウルロウンは、ヘプンから西に 75km、また、スカフタフェットル国立公園から東に 60km の位置にあり、国道1号線が赤港をまたいでいるので容易に到達できる。観光客用の駐車場なども整備されている。この辺りを含む観光資源の豊かな地域は、ツーリストベルトコンベアとも呼ばれている。 関湖の沿岸を歩くと砂浜に流れ着いた大きな氷山を見ることができる。関湖に架か,かる国道1号線の橋の橋脚が損傷されるのを防ぐために石を積み上げる対策が計画され、その作業のために囲い堰が建設された。これによりパワーショベルなどの建設機械を使った作業が可能になった。石積みにより氷山が橋脚を直撃することを避けることを 意図している。ヨークルスアウルローンのパノラマ写真氷河の端から崩れ落ちてできた氷山は河口に向かって流れ、海に近いところで固定に接触し、侵食する。通常は氷山の体積の10%ほどが水面の上に出ており、潮の緩慢により移動する。氷山が溶けて十分に小さくなってから海に流れ出る。 これら氷山は光に透かした時に見える色で、乳白色及び青の2種類に分けられる。ヨークルスアウルローン付近の海岸の道路沿いは、風光明媚で知られ、沿線には、セールホス、ビーク、キルキュバイアルクロイスクルなどの村落がある。スケーダルアウルサンドル道を通ってスコウガホスだけ及び、スカフタフェットル国立公園へも行ける。しかしスケーダルアウルサンドルでは時折激しい。 砂嵐があり、それに見舞われた自動車の塗装が剥げたという報告もある。盗賊家の目積湖には、潮の緩満によって、多くの魚介類が入り込んでおり、良い魚場でもある。陶器には、アザラシが、川口で群れていたり、餌を求めて泳いでいたり、氷山の上で休んでいたりするのが見られる。ニシンの群れや、カラフトシシャモが潮で流れ込んできて、鳥が群がっているのも見られる。 また、極アジサシが、ニシン、サケ、マスやオキアミを求めて演奏しているなど、海鳥も、豊富に見られる。ブレイザメルクルサンドゥルには、盗賊カモメの大きな演奏地がある。ガキには、カモメが渡ってきて湖岸に演奏する。ここに来るカモメは大きくて、全体的に暗い色で、翼は白く、気象が荒い。そのために、海賊と称され、 しばしば白カツオドなどの他の鳥類を襲って餌を奪う。また二室の目鳥などの小型の鳥類を襲って食べることもある。ヨークルスアウルロウンのカモメは人間を恐れず、人間が栄装地に近づくと容赦なく襲ってくる。このカモメはスペインやアフリカで越冬した後に渡ってくるという報告もある。ヨークルスアウルロウン一帯の土地は、 ヨークルス・アウルローン土地協会が所有しており、映画の撮影などの商業活動にも対応している。エーナー・アビョルン・エーナルソンが、ヨークルス・アウルローンでのクルーズを行っているが、その営業のために、土地協会が、赤湖沿岸の土地を対応している。映画で使われた風景、ヨークルス・アウルローンとブレイザ・メルクル・ヨークトルの、印象的な風景は、映画 w セブンシリーズの007美しき獲物たちと007ダイアナザーデーで使用された。また2005年のバットマンビギンズでも使われた。ヨークルス・アウルローンの風景の美しさがこれらヒット作やララクロフト主演のトゥームレーダーなどで広く知られるようになった。またドキュメンタリーテレビ番組のアメージングレースでも使われた。1991年には26クローナの切手の デザインにもなっている。ありがとうございます。